こんにちは、シナジースクエアの林です。今日はですね、シナジースクエアで8月の30日に小学生、小学校4号6年生向けに行う体験イベントのお知らせです。8月の30日、夏休みの一番最後ですね。シナジースクエアの6つの店舗でいろいろな体験ができるイベントを行います。参加は無料です。定員は全体で40名までとなっております。実際にどういうことをやるかというと、まずドコモショップさんではタブレットの使い方教室、iPad みたいなやつですね、スマホの少し大きいやつ、あれの使い方教室をやります。歯医者さん、アイランドデンタルリゾートクリニックさんでは、歯医者さん体験をします。実際にドクターはどんなことしてるのかなっていうのを、歯医者さんの機械を触りながらですね、体験することができます。SKS スカイ観光サービスさん、旅行会社さんでは旅行プランナー教室、自分でですね、どういったところに行きたい、何をしてみたいということをプランニングして、飛行機はどうする、船はどうするとか、そういったことまでですね、全部ひっくるめて、計画を作る体験ができます。それからカエプロジェクトさん、料理教室ですね、伊是名カエさんの料理教室では、グルクマサンド作り、読谷村で採れたグルクマを使ったサンド作りと、ゴーヤーとパインのスカッシュ作り、こういった料理体験をしながら沖縄の食材や沖縄の魚について勉強することができます。そして北海道ラーメンの早手丸さんでは、北海道ラーメンについて勉強しながらですね、自分だけのオリジナルトッピングでオリジナルのラーメンを作って食べることができます。最後にモスバーガーさんですね、モスバーガーさんでもモスバーガーの歴史や秘密を勉強しながら自分でハンバーガーを作って食べることができます。このように6つの店舗でいろいろな体験をすることができて、全部無料です。小学校4、5、6年生、8月30日に夏休みなのは読谷村だけだと思いますので、読谷村の小学校4、5、6年生の皆さん、ぜひぜひ遊びに来てください。待ってます。